どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ポケトリ生態は何が好きでしょうか？性能面だけで言うなら圧倒的にヤマトヌマエビが人気になりそうですが、それ以外にもコケ取り生態を選ぶ基準はいろいろあると思います。駆除してほしいコケの種類や本営魚との相性、気性の荒さや飼育難易度などなど。ただその中でも個人的に結構重要視しているのはその見た目です。やっぱコケ取り生態といえど可愛いに越したことはないですよね。ヤマトヌマエビもマスコットキャラくらい可愛ければもっといろんな水槽に出張すると思うんですが、図体がでかいのもあって苦手な人もいるのは事実です。というわけで今回はそんなコケ取り生態の中でも自分が一番好きで可愛いと思っている生態の珍しい種類を購入したので紹介していきます。なかなか見ない面白い生態なのでぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、今日も今日とて購入先はペットバルーンです。水草と一緒に生態も購入できるので一石二鳥だからついつい買っちゃうんですよね。特に地味に新しい組織培養水草も販売していることがあるので、地方税にも優しいところが憎い。今回もなかなか大量に購入しました。というわけで今回紹介する生態はこちら、リアルゼブラオトシンクルス。価格は1匹3600円。こちらはワイルド個体のオトシンクルスです。自分が一番好きと言っても過言ではないレベルの生態であり、コケ取り生態界のアイドル的存在です。このリアルゼブラオトシンはなかなかいい値段しますが、割と珍しい種類のオトシンクルスです。リアルゼブラオトシンクルスはペルー・ウカヤリ川原産のヒポプト・ポマアカ・オトシンクルス属コカマ種のナマズの仲間です。最大体長 5.5 センチ、適正水温20から28度、適正水質弱酸性から中性。餌は苔や人工飼料、生き山で幅広く食べます。リアルゼブラオトシンクルスはオトシンクルスの中でも珍しい種類で、2000年以降に流通が始まった割と新しめな生態です。その名の通りゼブラ柄が特徴的なオトシンクルスで、一言でゼブラといっても種類によっては様々な模様があります。通常のオトシンクルスは背側が地味な黒っぽい色で、腹側が白という、なんとも犬みたいな感じの配色をしているんですが、ゼブラオトシンクルスの場合は背側の黒と白がはっきり分かれているため、通常オトシンよりも明るくはっきりとした印象を受けます。また通常オトシンに比べて大きくなるイメージがあり、コケ取り生態なのに存在感を発揮してくれます。オトシンクルス全般に言えることですが、基本的な主食は植物性の餌であり、壁面につく茶苔などを好んで食べます。茶苔まみれの水槽内に1匹オトシンクルスを入れただけで、一晩でピカピカにしてくれるレベルには茶苔が大好きです。ただ茶苔って立ち上げ初期の水槽ではよく出るんですが、安定してくると全然出てこない苔筆頭みたいなところがあるんで、オトシンクルスに対する餌を用意するのはなかなか難しいです。口が下向きについているため水面に浮くタイプの餌は食べることができず、必然的にタブレット型の人工飼料に落ち着きますが、茹でたほうれん草などを与える方もいらっしゃいます。もしほうれん草などをあげる際は無農薬のものを食べさせるようにしましょう。一応プレコやコリトラスのタブレットも食べてくれますが、餌付けするまでには結構時間がかかるため根気強く与える必要があります。異形なども指向性は高く、ブラインシュリンプや赤虫なども食べてはくれます。ただ個体によっては食べない可能性もあるので、いろんな餌を試しつつ
その個体が食いついてくれる餌を探しましょう。まあ、だいたい水槽内にある何かしらを食べて生きてくれるので、オトシンクルスの数と水槽内に発生する苔などのバランスが取れれば、特別オトシンクルス用に餌を与えなくても割と大丈夫だったりします。基本的には1ヶ月超えると安定するイメージで、その1ヶ月を乗り越えたら長生きしてくれるような気がしてます。おそらくその水槽のバランスがオトシンクルスに合っているということなんでしょうね。そこまで来るとよっぽどのことがない限り、水槽自体をリセットするなど大きな環境変化がなければ安心してもらっていいと思います。何より導入してからの数日間が一番の関門なので、そのタイミングはしっかり見ておくようにしましょう。餌が心配な場合は流木などを入れておくと、そこに付着した何かしらを食べてくれるので、ある程度安心感が増します。リアルゼブラオトシンクルスはなぜリアルとつくのかというと、ゼブラオトシンクルスには先ほどお話ししたように様々な柄のタイプがあり、その中でも元祖だからリアルと呼ばれています。なんか自分のイメージ的にリアルとつくタイプの生態は派生系の一番最初のやつみたいな感覚です。ゼブラオトシンクルスはバンド模様が太く、白と黒の明瞭がはっきりしている個体がリアルゼブラと呼称されるようです。そしてこのリアルゼブラ以外の模様をしているものがニューゼブラオトシンと呼ばれています。リアルゼブラの方は最近は輸入量が減っているようで、傾向的にはニューゼブラの方がお求めやすい価格帯になっていることが多いです。正直この2つに関してはどちらがいいというのは全くなく、それこそ好みで選んでいいと思います。今回はニューゼブラを購入していないので比較はできないんですが、リアルゼブラのようにしっかりと白黒はっきりした模様も可愛いですし、細かく模様が分かれているニューゼブラも可愛いです。まあ要するにオトシンクルスはどれも可愛いということです。導入してすぐではありますが、割と色飛びもしておらず柄がはっきり分かります。やはり通常オトシンよりも一回りサイズが大きいため、水草水槽の中ではひときわ存在感を放っていますね。自分は通常オトシンも好きですが、どちらかといえばゼブラオトシンの方が柄的には好きかもしれません。オトシンクルスは性格が温厚で、口の形状的にも稚魚などの小さな生態を捕食することもないため、とてつもなく優秀なタンクメイトになってくれます。ナマズの仲間であるため結構骨格もしっかりしており、頭部などもごつい骨があります。なので多少エビにつまつまされようがびくともしませんし、弱っていない限りは襲われることもないので安心してください。基本的にエビが群がっている生態は弱って瀕死なことが多いので、その時点で何かしらの対策が必要になってきます。ちなみにオトシンクルスの繁殖は難しく、特にゼブラオトシンの繁殖成功例は聞いたことがありません。オトシンの中でもよく繁殖が確認されるのはオトシンネグロくらいでしょうか。通常オトシンも全然繁殖例を聞かないので、逆に繁殖しやすいネグロが珍しいのかもしれません。そんな感じで導入して数ヶ月経過した状態がこちら。なかなかはっきりとした色合いになってきたのではないでしょうか。やはりバンド柄が太いおかげか、遠目から見ても模様がしっかりと認識できます。これがリアルゼブラオトシンの特徴であり、ニューゼブラにはないところですね。基本的にコケ取り生態が埋もれがちな水草もりもり水槽でも、このオトシンクルスであればすぐに見つけることができるのではないでしょうか。ちなみに個人的オトシンクルスチャームポイントはその鼻先です。正面から見るとちょっとなだらかなカーブを描いていて、小さめのサメみたいな印象を受けるんですが、側面を見るとちょっと鼻のように出っ張っているところが最高に可愛いです。
またなかなか肉眼では認識できないんですが、体表に産毛が生えているような見た目をしており、これがまたモフモフ感を感じられていい。実際にこの毛みたいなものが何なのかは知りませんけど、こういったところもじっくり観察して可愛いと思えるポイントですね。というわけでいかがだったでしょうか。最近になっていろいろ変わりオトシンを飼育するようになったんですが、結構奥が深いですね。皆さんがよく目にするのは通常オトシンかネグロくらいだと思うので、そこまで認知度は高くありませんが、様々な種類や柄の生態がいっぱいいるので、オトシン沼もなかなかに深そうです。その中でもこのゼブラオトシンは個人的お気に入り生態で、通常オトシンに並ぶ可愛さがあると思います。特にいいのは体格が大きく目立ちやすいところですね。小さいのも飼育する上では利点になりえますが、やはりじっくり観察してめでる場合はある程度の大きさがあった方が有利に働きます。ただリアルゼブラオトシンは流通が安定しておらず、先ほどお話ししたように近年入荷も減っているようなので、見かける機会も少ないかもしれません。もし店頭で見かけた場合は状態を確認して導入を検討してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。